リきついっす。だからもう無理っす。バリきつい。2月1日から始まった沖縄キャンプ。これまで怪我による別メニューや自己調整を任せられてきた鈴木誠也が、初日には4年ぶりとなる打撃ローテーション入り。走塁や守備など他の選手と足並み揃えて練習に励みました。でもなんか懐かしいなっていう風な感じ。まあ足怪我してから、フルメニューで入ることがなくなったんで、まあ正直やっぱきついですね、はい、20代前半の時よりはやっぱりその体力落ちたなというか、もっと強くずっと触れてたのになとかって思いながらもやってました、ね、今年で27歳。押しも押されもせぬカープの顔となった鈴木誠也。中堅になりつつあるその姿には今シーズンある変化が。12年ぶりに復活したキャプテンに就任。よし、今日からキャンプが始まります。一人一人が、チームに何を求められているのか、そして、何をしないといけないのかっていうのを、しっかり考えて、このキャンプ、一日一日大切に取り組んでいきましょう。そして、最後みんなで、笑って終われるように、頑張っていきましょう。成功お願いします。それでも小学生以来となる大役に本人は、それ嫌だなって感じです。それも難しいですね。いやもうキャプテン向いてないと思うし、もともとそんなこう人にいろんなことを言っていくタイプでもないんで、ただ C マークがついただけで、まあ、自分の本当やりたいこととかやらないといけないことっていうのは変わらないんで、のぐらいですかね、はい、これまでも個人成績よりチームの勝利を優先してきた鈴木。向いていないと言いながらも、その言葉にはキャプテンとしてチームを牽引する覚悟が現れています。監督からは、まあ、ピッチャーにも一人大地さんがいて、で僕が野手にもいるんで、まあ、その野手の声だったりそのピッチャーの声っていうのを、まあ、お互い話し合って、でそれをまあ俺に伝えてくれるなり、まあ、そういうところのコミュニケーションっていう意味でもこう間入ってやってもらうために、まあ、そういう意味合いもあるっていうふうに言われてるんで。そのキャプテンとしての役割は首脳陣に対してだけではなく、若手への指南役としても。自分がどうなりたいのかとか、そのためにはこう何をしないといけないのかっていうのは人それぞれあると思うし、その段階はあると思うので、そういった段階、目標っていうのを明確にしていかないと、その練習を長くやっても身につくわけでもないので、その上に行くために今どういう練習が必要なのかとか、どういうことを考えないといけないのかっていうのを一人一人がちゃんと考えられたら、その練習の内容も変わってくると思うし、身につき方も変わってくると思うんで、そういったところを、まあ、その伝えていけたらなとは思うんですけど。名実ともに大黒柱となるべく、主砲に求められるのは何よりも打撃での牽引。今シーズンのテーマを聞いてみると、テーマは今シーズンの野手キャプテンに指名され、今まで以上に期待がかかる主砲のバット。得点圏でもちろん打つことも大切なんですけど、1個先の塁に2塁3塁に数多く僕が打てたら、そっちの方が得点に僕が絡む確率の方が高くなるんで、僕はその長打率とか出塁率っていうものを
重視して。そんな鈴木が今年にかけるテーマは。テーマは通天閣打法。通天閣打法。高く上げて、本当に見えないぐらいまで上げて、そしたら野手は見失うんでヒットになりやすいんで、通天閣打法。今年の目標は。まあ、打ち方はまあいろいろ毎年この時期は僕は結構変えたりするんで、まあ、いろんな試しとか、まあ、いろいろあるのでやってますけど、まあ、まだ固まってもいないし、確実性だったり、まあ、とにかくその塁に出るために、ストライク自分が振りたいと思ったボールはやっぱりしっかりなるべく前に、確率よく飛ばせるっていう、まあ、練習とかこれから実戦が入ってきますけど、まあ、なるべくこうボール球には手を出さないように、自分の決められた、ボールだけを、しっかり仕留めるようにやっていきたいなと思います。プロ9年目のシーズンへ、最後にファンへの思いを口にしました。やっぱりこう無観客では、まあ、やっぱりやりたくないっていうのは正直あるので、やっぱりこうファンの人が見てくれてるから、よりこう自分たちがやってきたことっていうのが力以上に発揮できたりするので、そういったところから選手はみんな多分自信がついたり、いろんなことがこういい方向に進んだりもするん で僕はまあお客さんがいる中で、はい、開幕ができることを願いながらやってます。